痩せるシーザードレッシングの作り方をご紹介します。実はですね、市販のシーザードレッシングには、大さじ1あたり約カロリー77キロカロリーあるんです。で、このカロリーをですね、消費するのに必要な有酸素運動量、時間をですね、ちょっとここでご紹介したいと思うんですね。たった大さじ1杯のこのシーザードレッシングサラダを消費するには、1ウォーキングなんと29分です。2ジョギングでも18分、3エアロビクスで14分、4自転車漕ぎ11分、5階段上り10分と。いかがですか？これだけですね、動かないとたったその大さじ1のドレッシングの取ったカロリーを消費することができないんですよ。衝撃ですよね。そこでこの動画をご覧いただきますと、あなたご自身で痩せる手作りのシーザードレッシングを作ることで、美味しく食べながら綺麗に痩せることができるんです。その具体的な材料と、その効果と作り方を今からご紹介していきますね。ではまず材料です。豆乳を使ったシーザードレッシングになるんですね。で、ここでいう豆乳は、材料です。豆乳ヨーグルトを使います。 100g で、この豆乳ヨーグルトの作り方はですね、実は別動画でご紹介しておりますので、こちら、後ほど詳細欄に、リンクを貼っておりますので、そちらからぜひこの動画見終わりましたらご覧くださいね。もうとっても美味しいです。もう私も毎日、毎朝この豆乳ヨーグルトですね、食べているんですよ。もう本当に美味しい。で、これがまあ使うベースなんですね。で、この豆乳ヨーグルトがなぜこのドレッシングに使うかというと、そもそもその発酵食品ですので、もうすごくその痩せ菌ですよね、善玉菌のまあ餌になるわけです。で、そして、普通のですね、動物性の市販のヨーグルトありますよね、プレーンのヨーグルト、あのヨーグルトはやはり動物性ということでコレステロールがまあ高いわけなんですが、この手作り豆乳ヨーグルトはコレステロールゼロです。なので、痩せるということになるんですね。では2つ目、オリーブオイル大さじ2です。で、このオリーブオイルを使う、理由はその、腸にいいんですね。腸内環境を良くする、プラス排便促進効果もありますから、お腹すっきりということになるんです。で、市販の植物油などを使ってしまうとトランス脂肪酸が入っている可能性がもう高いわけです。で、このトランス脂肪酸は別名食べるプラスチックと言われるほど、要は人工油、人工の油なんですね。で、非常に健康被害のリスクも高いと、もう世間でも一般的にね言われているものですから、取らないように取り組まれた方が良いですよね。だからここで使うのはオリーブオイルです。次、パルメザンチーズ大さじ1で、このパルメザンチーズもですね、乳化剤とか入っていないような、もう本当に生乳と食塩だけできているものを選んでください。で、そのパルメザンチーズ自体がやはりこの発酵食品ですから、腸内環境にも丸ですし、ここでタンパク質やカルシウム、ビタミン B12 も取れますから、もうとってもその痩せるためにはですね、効果的な食材です。で、次、レモン汁が小さじ1、塩小さじ1/2、胡椒が少々ですね。以上が材料です。では作り方です。この以上の材料をボウルに入れてよくかき混ぜてください。以上です。もう超簡単ですよね。もう私簡単レシピ大好きなんですけども、他にも別動画で、簡単痩せるレシピをたくさんご紹介していますから、ぜひこの後チェックしてみてくださいね。ではこの豆乳シーザードレッシングを、作っていただいて、そして例えばそうですね、できれば生野菜にかけてももちろん美味しいんですけれども、プラス温野菜ですね、スチーム野菜を作っていただいて、そちらにこうかけて召し上がってもですね、ものすごく美味しいです。で、ちょっとこう刺激、ちょっとこう強めの味が必要な時はこちらの材料にプラスこの胡椒をですね、ブラックペッパーに変えてもいいと思います。すごく美味しくなります。そして、この動画ですね、私のその、出来たて
豆乳ドレッシーザードレッシングを使ったそのサラダのお写真載せてますけれども、通常あのシーザーサラダってこうベーコン乗ってますよね。私はベーコンの代わりにあのドライパックの大豆を使っておりますから、さらにヘルシーに食べることができるんですよ。さあいかがだったでしょうか。この手作り豆乳シーザードレッシングを作っていただいて、普段のお野菜に適量かけて召し上がっていただくことで、美味しく食べて、そして綺麗に痩せることができますからね。ぜひ、早速取り組んでみてください。また、この動画のお話役に立ったなと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。